はい、本日はですね、ゴアテックスの最大のライバル、イーベントの防水ジャケットの紹介をしていきたいなというふうに思います。で、今回紹介するのがですね、こちらのジャケットになってるんですけども、こちらのジャケットがですね、そのイーベントっていう素材を使ってるジャケットになってるんですが、まあ、知らない方からしたらわけわからへんと思うので、まあ、一個ずつゆっくり噛み砕いていきたいなというふうに思うんですが、そもそもですね、ゴアテックスっていうジャケットがあって、それは要は防水のジャケットで有名な生地のブランドになってるんですけど、まあ、それはもしかしたら皆さん結構見たことある方多いと思うんですけど、こんな感じの、まあマークのがゴアテックスっていう生地になってるんですが、まあ、それが要はカッパみたいな感じで全く濡れませんよっていうのがあったりすると思うんですけど、まあ、それのライバル的な存在の生地っていうのが、まあ、このジャケットになってて、まあ、それの紹介をしていきたいなというふうに思います。で、見てもらった通りですね、結構シンプルな感じのジャケットになってて、本当に表も裏も無地な感じで、まあ、これはグレーなんですけど、他にもブラックの色があったりとか、まあ、するんですが、全部、まあ、シンプルな感じになってます。で、このイーベントっていうのはですね、まあ、アウトドアとか、まあ、機能的な洋服が好きな方やったらもう有名なんでご存知かなというふうに思うんですけども、まあ、今回この動画ではですね、ゴアテックスのライバルってまあどういうことなんかとか、あと何で街中ではあんまり聞かないんかっていうところのお話をしていきたいなというふうに思います。で、まずですね、こちらのブランドっていうのがカナダのブランドになっててですね、メイドインカナダで、もうすべてカナダで行われているということで、まあ、縫製もそうですし、裁断もそうですし、シームテープ加工っていうのもそうなんですけど、全部すべての工程をカナダで行われてて、ここの社長さんっていうのがですね、もともと工場の職人さんやった人が独立しあって作ったっていう過程になってて、まあ、そのジャケットがこちらのジャケットっていうことになってます。今回ですね、こちらのジャケットをそのカナダのブランドから商品提供いただいたという感じになってます。で、次にですね、イーベントっていうのは、まあ、そもそもなんやねんっていうところの話だと思うんですけど、この素材のことを言っててですね、この素材のことをイーベントって言うんですけども、これがですね、防水の生地っていうことになってるので、例えば雨の日とかでも使えるし、風とかもしっかり止めてくれるので防寒性もあるっていうようなジャケットになってるんですが、まあ、これからの時期やったら多分梅雨とかになってくると思うので、例えば釣りであったりとか、あとランニングとか自転車とか、まあ、そういう時にこう使えるようなアイテムかなというふうに思うんですけども、まあ、こちらにですね、ゴアテックスを使用したジャケットっていうのがあるんですけど、こっちはイーベントを使用してるっていうことで、要はこれは何かというと、2つともそうなんですけど、世界でも群を抜いて機能性が高いジャケットの2つっていうことになってですね、こっち側のゴアテックスっていう方はどっちかっていうと耐水性、防水性が優れてるジャケットになってて、防水性の数値っていうのがあるんですけど、まあ、それが他の防水ジャケットに比べるとぐんと高いっていうのがこのジャケットになってて、次にこっちのイーベントっていうのはですね、防水性に関してはさっきのゴアテックスの方が全然高いんですけど、こっちは透湿性っていうのが高くて、透湿性っていうのは何かっていうと、これ見てもらったら分かる通り、下から泡がボコボコ出てると思うんですけど、まあ、何が起こってるかっていうと、この生地を1枚挟んで下から空気を送っていく、そしたら水がある中に空気を送っていったらしっかり空気が抜けていますよっていう証拠になってるんですけど、それぐらい透湿性が高いので、要は蒸れないっていうことになってて、蒸れなかったらどうなるのかっていうことなんですけど、よくカッパとか着てたらこう蒸れてきて、しっかり雨は防いでんのに、なんか汗かいてきて、雨で濡れてんのか汗で濡れてんのかわからん時ってあると思うんですけど、まあ、そういうのがめちゃくちゃ減るっていうことになってるので、例えば梅雨の暑い時なんかにこうサッと着たりしても、他のジャケットに比べると全然蒸れにくいですし、蒸れないっていうことは汗もできないので、このジャケットの中で汗をかいたりとかしないので、よって汗冷えも少なくなるっていうことになってて、まあ、これ実際検証結果があるんですけど、まあ、こんな感じで検証結果があって、普通のジャケットってやっぱり体感の温度差ってめちゃくちゃ出ると思うんですけど、それは何かっていうと、やっぱり暑かったりすると蒸れて暑く感じて、次にその汗が冷えてきて汗冷えしてくるっていう、この幅が広いんですけど、こっちのイーベントを使ってるジャケットっていうのはその幅が狭い、要は汗をしっかり脱がしてくれるからそんなに暑くもならへんし、で汗を脱がしてくれるからジャケット内に汗の水分っていうのがたまらないので汗冷えも起こらへんから、体感温度っていうのは違いないんですけど、まあ、これぐらい着てる本人からしたら違うっていうことになってて、まあ、僕もこれを着てですね、散歩したりはしてたんですが、散歩やとそんなに汗めちゃくちゃかいたりしないんで、まあ、例えばさっき言ったみたいに自転車とか登山とか、まあ、そういった汗をかくシーンとかで使ってればより体感できると思うので、まあ、例えば今までゴアテックスの製品使っててちょっと透湿性が微妙やと思っててっていう方は、もうこれがもうめちゃくちゃおすすめやと思いますし、逆にゴアテックスで何の問題もないっていう方は、もうこれいけば 100% 問題ないぐらい、こっちの方が数値的には高いので、まあ、透湿性に優れてるようなジャケットで、もちろん防水性もあるっていうような感じになってます。まあ、ちなみに防水性、透湿性の数
数値はこうやって出してるんですけど、まあこれはですね、以前僕動画でも数値の見方っていうのは動画で紹介してるので、見てもらったらいいと思うんですけど、もう防水性も高いし、透湿性なんかもっと高いっていう感じになってるので、ゴアテックスの最大のライバルっていう感じになってます。なんで他のアイテムに関してはもうちょっと値段が下がるし、機能も下がるっていうような感じになってるんですけど、まあそれぐらい機能的なジャケットというのがイーベントになってます。で、次がですね、こちらのジャケットっていうのは劣化しないっていうことになってるので、まあ例えば普通にジャケットとか着れたりとかすると、こういうジャケットって内側の中がポロポロ剥がれてきたりとか、こう劣化したりすることってあったりしますし、それってジャケットの成分によって実は違ったりするんですけど、まあ、このジャケットに関してはフッ素系樹脂っていうのが使われてて、それがゴアテックスと全く同じなんですけど、そういう成分を使われているので劣化がないっていうことになってて、まあ、3年でも5年でも10年でも着れるようなジャケットっていうことになってます。で、まあ、さらにですね、これまあ次のところになるんですけど、このメーカーがですね、10年保証をしてるっていうことになってて、10年間無料で保証してるんですが、まあ僕も以前これパタゴニアの動画で出したんですけど、パタゴニアもそういう保証がありますよっていう話したんですが、このブランドも10年間は無料で保証をするっていう、まあ、対応してるぐらい品質にはこだわってるようなメーカーになってて、まあ例えばですね、普通にこうジャケット使ってる中でどっかが壊れたってなったりしたら、それを交換してくれたりとか修理してくれたりするっていう対応が無料で受けれるっていうことになってて、まあ10年間も保証しようと思ったら相当な多分自信ないとできないと思うんですけど、まあそれができるっていうことになってて、まあその辺はまあメーカーさんの強みなんやろうなというふうには思うんですが、こういうですね、イーベントをあんまり街中で見かけない理由っていうのが一つ明確にあるんですけど、それは何かっていうと、イーベントっていうのはですね、基本的にこの裏地っていうのがシームテープの加工があるんですけど、この加工できる工場っていうのが少ないので、どうしてもイーベントを使ったブランドっていうのが少ないんですけども、まあ、このブランドに関してはもともと社長さんがそういう工場で働いてたっていうところで、そのノウハウがあるので、このイーベントをシームレスで加工できるっていうことになってて、まあ、ジャケットが完成してるんですが、まあ、そういった理由でイーベントっていうジャケットはあまり見ないっていうことになってて、まあ、知らない方も多いかなとは思うんですが、まあ、なので生産者が作りにくいっていう背景から、もともとハイベントっていうのが少ないっていう感じになってます。で、次がですね、リフレクターっていうことになってるんですけども、まあ、このジャケットは夜でも着れるように、例えば自転車とかで乗ってたりとか、あと会社帰りの通勤の時に着てたりとかした時に、歩行でこうやって歩いてたりしたら、車のライトとかパンって光ると反射するようなリフレクターがついてるんですが、まあ、それのおかげで、まあ、シンプルな色とか落ち着いた色味が多いんですけども、夜中でも着用することができるっていうことになってて、まあ、それが袖口の部分と、あとこの腰のところの部分にリフレクターがついてて、まあ、これってあんまりジャケットでは見えひんかなと思うんですけど、よくスニーカーとかではリフレクターの素材が使ってて光が反射するのってあると思うんですけど、これもそのリフレクターを使用されているということになっているようです。で、次がですね、洗濯っていうことになってるんですけど、いやこれって洗濯できるんとか、洗濯したら防水機能落ちひんのとかって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、このジャケットに関してはゴアテックスと生地の成分っていうのが一緒なので、洗い方はもう全く一緒になってて、フッ素系樹脂なんで洗い方全く一緒なんですけど、まあ、洗い方が気になる方とかはですね、僕以前動画出してるので、それを見ていただければ、完全に同じことをしていただければ大丈夫やと思うんですけども、まあ、特に難しいことはなくて、いくつか注意点があるので、そこさえ押さえていけば全く問題ないっていう感じになってますので、まあ一応動画説明欄にそれも貼っとくんですが、ちなみに僕は個人的に3番の洗い方が一番好きなんで、まあ興味ある方は見ていただければなというふうに思います。値段も安いし、仕上がりもいいという感じになってます。で、最後7つ目なんですけど、これはですね、ちょっと僕からしたらいただけないなっていうか、ちょっと微妙やなと思った点なんですけど、まあこれは正直提供いただいた時に正直に言いますねって僕は伝えてるので、どうぞっておっしゃってもらってるのでお話していくんですが、これ微妙やなと思った点が、もともとこれカナダで作ってる海外規格っていうところもあって、サイズがですね、少し大きめに作ってるっていうところが気になっているんですが、まあサイズが大きいところに関しては全然それが何って問題はないんですけど、僕普段 L サイズぐらいの着用感っていうのが、これが M サイズっていうことになってるので、普段着てるより1サイズ下ぐらいがまあジャストなんかなと思うんですが、唯一欠点っていうのがこの袖口になってるんですけど、基本的に僕が今まで着てた防水ジャケットっていうのは、まあこういった感じでベルクロっていうのがあって、袖を調節できる、僕とかやったらこのリストのところが細いので、それをしっかりギュッて閉じ込めて風が入らないようにできたりするんですが、まあこのジャケットに関してはそういう機能がないので、これを折り返したらただリフレクターがついてるっていうだけになってるので、ここの幅の広さっていうのは一定でそのままになってるっていうところが、まあ僕個人的には気になる部分かなというふうには思います。まあこんな感じで、まあ特に別にベルトとかもないっていうような感じになってるので、まあその辺がもしかしたら気になる方はいらっしゃるかなというふうには思いますが、まあ特に今までこういうのをあんまベルクロのアイテム使ってない方とかは全然気にならないと思うんですけど、僕はよく普段からこういうベルクロのアイテム使ってギュッて締めたりして自転車乗ったりするので、まあその辺はちょっと気になるかなというふうに思います。まあそれ以外はですね、ここの首元のところにフードが隠れてたりとか、ここの後ろのところにこうジップがあって物を入れれるようになってたりだとか、この両サイドのと
ところも、ジップがついてるんですが、これも全部止水ジップを使用されてて、ここも真ん中のところもこういった止水ジップを使われてて、まあさらにこういう横のポケットであったり、ここもそうですね。で、あとは後ろのこちらのジップも止水ジップを使われてるという流れになってるので、まあ完全防水のジャケットという感じになってるんですが、まあ唯一引っかかれてます、そのベルクロがないっていうところが唯一引っかかっております。あとちなみにこちらのドローコードなんかもしっかり両サイドあります。はい。ということでですね、まあこちらがですね、カナダのブランドということで、まあなかなか知らない方も多いと思うんですけど、まあ今回日本に上陸してくるということで、今ただいまクラウドファンディング中で、49,800円が定価なんですけども、そこから割引で販売はされてるようなんで、まあ興味ある方は見ていただければいいかなというふうに思うんですが、このジャケットに向いてる方とかっていうのはどういう方かっていうと、まあ例えばですね、自転車に夜中乗る方とか、あとまあ通勤とかで夜遅く帰られる方とかであれば、スーツの上とかにサッと羽織ったりするのとかは結構合わせやすいかなと思いますし、やっぱりアウトドア感の強いジャケット、例えばこういうジャケットってなかなかスーツとかでは合わせづらかったり、このロゴ1個あるだけで全然合わせづらさって変わってくると思うので、まあそういうところを考えると、今回、これはグレーなんですけど、ブラックとかネイビーとかもあるので、まあそういうブラックとかをチョイスしてもらえれば、スーツとかでも全然合わせれると思いますし、まあそれ以外にも釣りであったりとか、そういうところでも使えるんじゃないかなというふうには思います。はい。ということでですね、本日はゴアテックスの最大のライバル、イーベントの防水ジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。